ビリケンは、藤子藤尾アによる日本のギャグ漫画作品、及び主人公である、架空の犬の名前である。テレビアニメ化され、アニメの続編も存在する。1969年に講談社の、楽しい幼稚園、僕らにて連載された。その後、テレビ朝日系にて放映された、藤子藤尾アワールド枠内で、 ビリケンのタイトルで1988年7月11日から1989年3月27日にかけてアニメ化された。放送時間は毎週月曜日19時5分から19時20分。放送話数は全32話。上記枠消滅後は独立番組となり、ビリ犬なんでも。 紹介のタイトルで1989年4月10日から9月18日まで放映された。放送時間は毎週月曜日19時19時30分。放送話数は全22話。なお、アニメの放映に合わせて、再度、月刊コロ,コロコロコミックにて、新作が連載された。ビリーイヌなんでも、紹介の放映以後は、アニメと同じ題名に改題されている。 ビリケン第24話でガリケンが抜けた後第25話からトドイヌが登場ガリケンはビリヌなんでも紹介の第1話で合流し3人揃って改めてスタートを切った月刊コロコロコミックではアニメの放送終了と同時に連載も終了1989年10月号に掲載された最終回は 最終回的な内容ではなく、11月号に続くかのようになっていたが、11月号で突然の連載終了の胸が示された。人間の世界にやってきた、空を飛び、人間の言葉と犬号を介することができる、犬のような生き物、献族のビリケンとガリケンが、ノの森家に居候する。近所の犬たちや、人力飛行機を開発している鳥屋博士などが登場し、 そこで巻き起こる鎮騒動を描く。ビリー犬なんでも、紹介では、達夫の同級生やその、飼い犬たちなどの出番は減り、ビリ犬とガリ犬ドド犬が、アメノモリ家から独立を図るために会社を設立し、あらゆることを引き受ける。しかし、よろずやドンを設立したニャン族のドンニャン、トララたちから、いつも営業妨害され、人騒動を起こすストーリーとなっている。 声の記述は、テレビアニメ版スタッフは、ビリケン、ビリ犬ヌなんでも紹介とも共通である。放送日時は1989年8月中旬から9月上旬、時点、系列は放送当時のものとする。ありがとうございます。